どうもすみませんでした。よろしくお願いします。チェルノブイリ原発で出たものは約500個分の原爆の放射能、日本の広島型の原爆ですね、500個分。じゃあ10分の1どういうことなのかって、僕なんか普通に考えしたら、すでに広島型原爆の50個分はもう出てしまったということなのかっていうの、それは普通の人はびっくりした当たり前の話だと思うんですね。それをなんか安心させるようなことで使って流れて行ってしまってるっていうのは、メディアに大きなこれから反省を強いるとしたら、そういう言葉のからくりと数字のからくり、そしてそういうようなものに、ものの見事に捉えられてしまって、国や政府、そして電気業界さえもその人たちのその言葉を自分たちで全部追認していって、それが正しいと思うような宣伝をしていったんだっていう、このことは非常に大きな問題だと思います。気をつけて、ちょっと暗くしていただいて言っていただいていいでしょうか。なるべく早く回していきますけれども、もっと暗くていきますか。でもギリギリできる程度で大丈夫でしょうか。進みます。これは現在のチェルノブイリ原発、距離はおおよそ双葉町と、それから福島原発の距離です。同じようなもんですね。それでこれは普通見てたら原発はほとんど見えないですけど、はしご車の上から撮ってますから、原発がこういうふうに見えてます。手前はお墓です。ここのプリタチンという町、僕の後ろにありますけど、そこに立ち入るのはもちろん特別な許可証がなければいけませんし、それから年齢も18歳未満は一切立ち入りは禁止になっています。それでここに元住んでた人でも1年間に1回だけ2時間だけお墓参りのために入ることは許されています。でこの時にそのチェルノブイリ原発からのここで出た10分の1だって、そういうふうに現在のところ言われてるんですね。もっともっとこれから出ていくと思いますけど、これが福島原発ですね。2キロのところから撮影しました。煙突の右下にあるのが破壊されている4号炉ですね。でこの時、僕がいつもチェルノブイリに持っていく放射線検知器を持ちながら近づいていって、風がこちらに流れてなかったので、ここで安全だということで一応撮影したんですけれども、でこれが今、チェルノブイリの前のこれストロンチウムの地図ですね。円が書いてあるのはこれ30キロです。これ特に恐ろしい放射能が出てる、そういうような場所からこういうような図になってますけれども、実際にはこれからもうはるかに遠いのところで点在したホットスポットがいっぱいできてるわけですね。その距離は数百キロにわたります。これはプルトニウムです。プルトニウムも出たっていう時に、いや安全です、体に影響はありませんっていうことと同時に、プルトニウムは重いからそんなには出ていかないから心配ありませんってついに言われましたね。これチェルノブイリのプルトニウムの地図で、30キロ圏のところに猛烈な汚染地がこういうふうにもうそこにかかったり、そこを越えていくようなところであるのがありますね。でももっと詳しいプルトニウム の地図があるんですね。もうちょっと線量が低いだけど、あれは猛毒ですから、あること自体がもう大変だし、体に入ってしまうと大変なことになるんですけど、それはクリミア半島の方、黒海の方までもう広がっています。これはセシウムの地図ですね。チェルノブイリから赤いところが全部その村が消えたところですね。その赤の色のところ、消えたところの基準というものがあるんですね。ウクライナ の議会が1992年に最終的なその避難の基準というのを決定します。その時の決定の基準というのは、1平方キロメートルあたり15キュウリ以上の汚染されている場所は、つまり赤い場所ですね、そこのところには人が居住は禁止される、それで強制避難の対象になる、そういうことなんですね。そこの文章の中に説明がある。なぜならそこに住んでいれば年間にゴレムって言い方しますけれども、レムを使ってそこで説明してるんですけど、5ミリシーベルトを浴びるからっていう、そういうふうになってるんです。この数字は皆さん聞かれたと思うんですね。5ミリシーベルトがここで浴びてしまうから、ここは居住禁止で人々は強制退去なんだというふうにチェルノブイリのところで決定されているわけですね。
ところがこの間の福島県の子どもたちの年間許容レベルというのは20ミリシーベルトなんです。ここの4倍ですよね。そこのところに人々が住んでるどころか、子どもたちが学校に通わせてもいいっていう、そういうレベルに徹底しているということなんです。だからそれは僕はそのシーベルトそのものをとかマイクロシーベルトとかそういう単位というのは頭になかなか入ってこないことです。実際に あの時の風景がという形でしか僕はそれを理解できないわけですね。だからそれから言うと、この赤いところに住んでいいということを日本は決めたんだっていう、そういう恐ろしい、すみません。これがその入り口のところで測って30キロ圏の入り口のところで体の、車の、 その放射能を測っているところですね。これは30キロ圏出ようとすると現在体の放射能をこういう形でもう測ります。それでこれは、南相馬町ですね。その車で来た女の人にその車を空っぽで測って、そして今度は体に付着した放射能がどれぐらいあるかということを測っているところです。これはそのもうちょっと離れたこの辺りから逃げてきたその避難民の人たち子どもにその放射能 その値を測っているところですね。だからここのところでその皆さんが言ってるのは、本当はその体内放射能を測る機械をここに設置しなきゃいけないんですね。体内放射能を測る機械が、まあ、結構高いというのと、それからそんなにたくさんの人たちが一遍にはできないんです。最低でも一番早くて10分間の機械があるけど、普通は30分間ぐらい座りっぱなしになってなきゃいけないっていう、そういうような機械ですから、だからそれで体の中にどれぐらいのどの放射能がどれぐらい あるのかっていうことを、それを調べるっていう、そういうことが本当は必要なんですけど、これは服に付着しているものだけですね。それで実際に体の中にどういうものを吸着したかということは全くわからない状況になっています。これが事故が起こった、そしてその次の12日の朝に僕は東京出たんですけど、道がずたずたになってまして、それで着いた時はもう暗かって、その日はじゃあ郡山に泊まろうと思ったんですね。それ僕は自分の今でもその判断が失敗してたというふうに思っています。郡山なんかに寄らずに、どんなずたずたでもとにかく双葉町原発の方を目指さなきゃいけなかった、そこに人がいるんだからっていう、それは自分のその取材のやり方の失敗だと思ってますけど、残り次の日の13日の朝にここを出発して、郡山を出発して、それで原発の方に向かったんですね。288号線、その時は20キロ圏内の人たちも立ち入り禁止になってましたから、みんなどっかで検問所があるはずだというふうに、そういうふうに思ってたんですけれども、どこにも検問所がなかった。でそのまま入っていけたんですね、双葉町の中に。途中で常磐線をくぐります。常磐線のところで僕の放射線検知器はその60マイクロシーベルト、そのぐらいに上がっていきます。その値っていうのはもうほとんど原発から数百メートルで測る値よりもはるかに高いくなってくるわけですね。僕は自分の機械が最初は間違ってどっか壊れてしまったと思ったんですね。長く使ってるし。だけどその時は僕とそれから森住拓さん、高さん、彼はそのロシア の 被爆 の、 その取材なんか何回もやってますから、それから豊田直美さん、それ彼もそれぞれ検知器を持って行ったんです。それで僕が一番成功なものなんですけれども、100マイクロシーベルトまでしか測れない。それで森住さんのは20マイクロシーベルトまで測るもの、それから豊田さんのは簡易計だけども1000マイクロシーベルトまで測れる。3人ともここの現在この場所っていうのは双葉町の役場の前ですけど、ここで振り切れてしまってるわけです。僕が自分のその100マイクロシーベルトだけど、その機械が振り切れた例っていうのはほとんど記憶にないんですね。今まで50回チェノブイの取材行ってますけれども、チェノブイのあの辺回ってても振り切れるってことはないんです。それが動いてる限り、僕は自分がここには留まってもいいんだ、ここは何分ぐらい行っても大丈夫だ、ここだったらもうちょっとゆっくりしてもいいっていう、すぐに判断するんですけど、だけど振り切れてしまった時には僕はもうなすすべがないというか、どうしたらいいかわからないというか、一体ここが振り切れたそれの10倍なのか100倍なのか、ちょっと振り切っただけなのか、そういう判断ができないですから。だからこういう時に
これ僕の持ってる機械が今振り切れたところを撮影しています。でこの人がその時にそういうことを全然知らずに自転車で通りかかった人です。双葉町の役場、それから厚生年金病院、それから厚生病院ですね、その辺りには大勢の人たちが戻ってきてたんです。なぜかって言ったら念のための避難だから。それで3日間ぐらいだろうって言われた。それ3日目ですよね、これね。だから念のためって3日だったら、もうそうそう、じゃあちょっと荷物ポケットに3000円4000円しか持たずに、大事な貯金通帳全てのものを家に置いたままで、それでいや取り戻ろうと思うのは普通だと思うんですよ。そんなに危険じゃなかったら、しかもこの時放射線が危険な状態ってことは誰も言ってなかったし、こんな機械が振り切れるほどの放射能があるなんてことは報道されてなかったんですね。これはモニタリングポストが後の方でなって故障してるというか、いろんなこと言ったりしますけれども、そして大手メディアも全て東電はちゃんとした数値を発表してくれないと言いますけれども、そんなこと言ったって仕方がないんですね。発表しないんだったら自分たち測らなきゃいけない。僕の機械でも測れるぐらいなんですよ。大企業たちが持ってないわけがないし、大学にいっぱいあるわけですし、それからこの辺りもちろん東電は手持ちのそういう検査機はもう100台以上持ってますから、だからそんなもので知ってるわけですよ。だから出さなかった、危ないっていうふうに言うことが彼らは怖かったわけですね。安全安全と言って、それ対処ことがないと、人体に影響がないと言ってるのに、この数値を出すわけにいかない、嘘をこうなんか取り繕うのには次の嘘を重ねていくっていう、そういうことになって、その間に彼らは一般的にはいい言葉を持ってパニックを恐れるっていう、そういうような言葉を言いますけど、パニックを恐れるあまり被爆者を出したらどうするんですかね。そういうことでもう彼らがこの数値を出さない、そしてじゃあそれが本当かどうかということを確かめるような大手メディアも動かない。それで安全だって言って念のためっていうふうに言ってて、20キロと30キロまで安全だけど念のため自宅待機しなさいって言ってる。じゃあ大手メディアもそういうふうにそれを伝えるときに向こうの言葉だけをこう繰り返して、学者たちがそれを追認するんじゃなしに、その時にはいや今まで言ったことは彼らが言った言葉です、我々の例えば朝日新聞では、毎日新聞では、NHK では、ここまで40キロ以内、あるいは50キロ以内、あるいは60キロ以内への立ち入りを禁止しています、社員には。ということをちゃんと言わなきゃいけないんですよね。自分たちのその安全の尺度と、人々に伝える安全尺度は違うわけですから。これは原発爆発、この先立ち入り禁止という看板が、南相馬警察署のところで立っています。